はい、皆さんこんにちは。1月25日土曜日、ただいまの時刻、2時5分、稲村ヶ崎にやってきました。今正面に見えるのは江ノ島海岸ですね。はい、これのずっと左を見ますと東の方に行くと、稲村ヶ崎、公園があります。はい、そこにこれから行ってみようかなと思います。車も夏みたいには混んでないと思いますけどね。はい、車もそこそこ走っております。天気はですね、ちょっと曇り空ですね。午前中良かったんですけどね、天気ね。ここはもうこんな感じです。雨は降らないと思うんですけども、はい、風もちょっと出てきました。はい、稲村ヶ崎公園に行ってみようと思います。今日天気が曇りなんで富士山は見えないと思います。皆さんこんにちは。アグレッシブイン稲村ヶ崎です。稲村崎公園です。はい、今日は1月25日土曜日、ただいまの時刻午後2時、10分ぐらいでしょうかね。はい、稲村ヶ崎公園までやってきました。風がですね、とても強いです。風がですね、強くて冷たいですね。はい、正面に見えてるのは富士山ですね。雪をかぶっておりますけど、ちょっとデジタルズームアップできるのかな。はい、ズームアップしました。はい、雪かぶってますね。はい、ここはですね、関東、ちょっとズームアウトします。はい、ここはですね、関東の富士山百景、富士山の見える町づくり、鎌倉市からの富士山ってなっております。はい、風がないといいんですけどね、結構風が強いです。立てられないかもわからないですね。後ろの方が公園になっております。まあ、今ちょっとシーズンオフなんで、はい、こんな感じですね。風が冷たく強くてですね、冷たいです。正面見えるのが江ノ島です。これズームいっぱいですね。ズームアウト。はい、寒い、とても寒いです。